グロ・ヴェントレ族の酋長を描いたアレン&ギンターのカードシガレットカード、またはタバコカードは紙巻きタバコのパッケージにおまけとして封入されていたカード。包装の強化及び自社ブランドの宣伝を目的としていた。1875年から1940年代の間にタバコ会社はタバコのパッケージに収集可能なカードを封入していた。しばしば人気を集めた女優や衣装、スポーツを描いたシガレットカードは大衆文化を可視化したものとして当時の流行や文化的高度の考察材料にもなっている。デイジー・グレビルを描いたプレイヤーのカードイギリスのサッカー選手、ワルター・ブルを描いたオグデンのカードアイスホッケー選手、ワルター・スマイルを描いたインペリアルタバコカナダのカード1875年からアメリカを拠点とするタバコ会社のアレン&ギンターは女優や野球選手、インディアンの酋長、ボクサー、国旗、果ては野生動物などを描いたカードを発行していた。これらが最初期のシガレットカードの一部だと考えられている。その後、グッドウィン&カンパニーなど他のタバコ会社も追従し、最初はアメリカで、次にイギリス、最終的には世界各国で見られるようになった。イギリスでは1887年に WD&H オイルズ社が最初にカードを封入したタバコであったが、最初に大衆の関心を引いたことで知られるのは1893年にジョン・プレイヤー&サンズ社が発行したキャッスルズ&アビースシリーズである。トーマス・オグデンは1894年と1895年にウィルズから発行されたシップス&セーラーズシリーズに追従して1896年にクリカターズシリーズを発行した。1906年にはオグデン・ウェスが自分たちが所有するサッカーチームの選手を題材としたシリーズを発行した。これは最初のフルカラーでもあった。カードの各シリーズは通常25枚から50枚を一組とする関連するテーマで構成されていたが、中には100枚を超えるものもあったことが知られている。人気のテーマは美女、スポーツ、自然、軍隊の英雄や制服、紋章学、街の風景であった。インペリアルタバコカナダ社は、ナショナルホッケーリーグを題材とした、最初のアイスホッケーカードを作成した。このセットは全部で36種あり、それぞれに選手が描かれていた。第一次世界大戦後の1924年から1925年にかけて、唯一これのみが発行された。今日には、例えば、スポーツ誌や軍事誌の専門家が、これらデザインの詳細について研究していることがある。最初期の紙巻きタバコのパッケージではシルクに印刷され、後には紙製の裏張りに貼り付けられることになった。それらは第二次世界大戦中に紙を節約する目的で廃止され、その後再導入されることはなかった。R.J. レイノルズタバコカンパニーのブランド、ドラールは2000年からシガレットカードの封入を開始した。これらは1940年代に消えて以降、最初に大手メーカーから発行されたカードであるが、大手に限らないのであれば、イギリスの中小メーカー、カレーラス社が1950年代から1960年代にかけてブランド、ターフで、また1976年にはブラックキャットで発行していた。さらには特別オファー付きのクーポンのようなものは何年にも渡って、タバコのパッケージに封入されてきた。最初のドーレルセレブレイトアメリカシリーズは50週を題材に2000年と2001年に2度にかけてリリースされた。その後はアメリカの祝祭、車、国立公園、そして20世紀の出来事がテーマとして発行された。R.J. レイノルズの他のブランドであるアメリカンスピリットのカードでは風力や多様な発電所の情報を含んでいる。フィリップ・モリス USA はインフォメーション・フォース・モーカーズシリーズを封入し始めた。それは、ライト、ウルトラライト、マイルド、ミディアム、ロータールなどと書かれていても、フル、フレーバーと同等の有害性を持つというように、タバコを止めための情報を提供している。タディの、道化師と曲芸師と呼ばれるシリーズの1枚2007年初頭、19世紀末から20世紀頭にかけてアメリカで活躍した名野球選手ホーナス・ワグナーのシガレットカードが競売にかけられ、1枚で235万ドルという史上最高価格がついている。このカードは同年末にさらに280万ドルという価格で転売された。このカードになぜそれだけの価格がついたのかというと、ワグナーは熱心な禁煙家と知られ、アメリカ最大のタバコ会社が彼の許可なしにカードの絵柄に使おうとしたことを知って反対したことによる。これは訴訟によって差し止められたはずだったが、いくつかが市場に出回り、2007年にコレクターたちを驚愕させたのもその一枚であった。他に注目されるカードとしては、タディが発行した同化子と曲芸子として、コレクターに知られる無題のシリーズがある。現存する最も希少なカードではないが、非常に希少でオークションに登場するたびに高値がつけられる。メッカ・シガレットが出したビリヤード選手、ジョージ・サットンも、また彼の腕が描かれているため注目される。サットンは幼少時の事故で肘から先がないハンディキャップにもかかわらず、ビリヤードを習得し活躍したハンドレスビリヤードプレイヤーとして知られていたからである。項に認知されている最大のシガレットカードのコレクションは、シガレットカード愛好家の団体、大英カートフィリック協会の会長を務めていた、実業家のエドワード・ワートン・タイガーによるものである。1995年の死後、大英博物館に移蔵された、このコレクションは、ギネスブックにおいて、世界最大のものとして認められている。彼の自伝、バーニング・ブライトでは、シガレットカード収集への執着が、当時世界最大の鉱山会社の一つであった。セレクショントラスト社の社長になったこと、生涯にわたるクリケットへの情熱と、その結果ケントクリケットクラブ会長になったことなどと共に記されている。また、その収集を他者がどう思うかと尋ねられた、ウォートン・タイガーは、もし、シガレットカードを集めることが、気候の象徴であったとして、その世界最大のコレクターは、後世の人たちにどう判断されるか。そんなこと私は全く気にしない。と答えている。19世紀のアメリカのシガレットカードは、ジェファーソン・バーディックによるアメリカンカードカタログに由来する方法によって体系化されている。バーディックがアメリカンタバコカンパニーによるものを一つのセクションでまとめたことを踏まえており、カードシリーズを発行元の会社とカードの種類で分類する方法を取る。19世紀に発行されたものは N で始まり、20世紀のものは T となる。ありがとうございます。